着きました。キムさんの家です。実家来ましたね。初めて。緊張すんな。親御さんいるんですか。いるって言ってた。ただいま。上がっていい家。お邪魔します。お邪魔します。こんにちは。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。どこ落とした？どこ、なんか落としたらダメなのある？人間。人間？人間が落ちたらモザイクかけといて。わかりました。あ、それです。ダメだよ、ゴキビの出る口なんて。やってますか。いいですか。キムさんの部屋ですか。そう、もっと俺の部屋。今は？今はお姉ちゃんが座ってる。めちゃくちゃ関係韓国チャングンスクめっちゃ好き。お。ここでーす。キムさんの。あ、そう。この辺は俺の施設。え、彼岸のアリアってこんな長いですか。うん。え、でもキムさんの大阪の家にもありません。あるあるある。同じやつがあるんですか。お、お写真ショートショート。そこ読んでたんすか。そうでした。こっちにもめっちゃあるやん、うん、デルトラクエストとかあるわ。うわー、デルトラクエスト懐かしい。でも意外とそんなないっすね、ひだなり。あ、兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよね。この前言ってたやつですね。あー、3つ目ですね。でもこれキムさんが買ってました。真ん中でも真ん中でもキララ。これ誰が買うねんと思っとった。こっちはこれなんか女の子。お前、うん、おこれは、これはなんだろう。これ、あ、でも待って、うわ漫画やから捨てんやろ。うわ、ピロマヤさんが一番好きな漫画や。そう、これ先が載ってんの。あ、先なんだ。さっき、これなんですか。エロ漫画なんですか。違う。なんちゅうこと言う。なんていうこと言うんや。まあ、おっぱいはでかいけどね。算数面白大辞典だろ。お前や。初めて見た。いや、やっぱ、え、ちょっと待って、これ漫画で学習、覚えておきたい。単価100。え、この辺はね、多分あれだね。お姉ちゃんのやつですか。そうそうそう。お姉ちゃん何個目ですか。7つかな。結構離れてる。めっちゃ美人さん。兄弟2人ですか。兄弟2人っていうか3人兄弟。あ、3人兄弟。へえ。ご公務の姉ちゃんもいる。でも Q さんのものってもうあんまないんすか、ここには。あのもんはねー。何笑ってるんですか。あの写真のキムさん全部同じ場所で合成みたい。ほんまやな。ユニフォーム、シソギブスやな。4番キャプテンやん。うん、このこれ、あの、適当に決めるやつ。あ、4番じゃないですか。あ、練習試合用のやつね。そうそうそう、キャプテンじゃないですか。そう、キャプテンのやつ。ナイスナイス。え、ここでずっと勉強してたんですか。そう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 。普通っすね。そらそらそうじゃん。変なやつの家感はないっすね。これ記念に撮ってるんですか、ね、成人式のご案内。ほんまやね。どんだけ誘ってもらったら嬉しいんすか。しかもこれ死のやつやから全員怒られるよね。どうした、お疲れですか。え、何お疲れ。いやー、あったわ。何だ、ここ発掘されたんですか。発掘してきた。これな、え、これ描いた絵ですか。そうだね、これは俺が多分ビーズの時に描いた絵。ひまわり。え、でもなんか、うん、でも良くないですか、うん、どうやって描いたの。え、削っとるみたいな。そうじゃない。そうそう、グラデュエーション卒アル。まさか中学校。うわ、おる。変わってないな。変わってないな。めっちゃ描かれてますよ。めっちゃ人気者。俺書かれてないで、俺その欄。私もでっかく書いてあります。好きな女の子に書いてもらっただけやで俺。お前は部長には向いていない。風間。風間に言われた。あ、バスケ部部長だったんですか。そう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 。最初は変なやつだと思ったけど、普通にいいやつだった。普通にいいこと書かれてるじゃないですか。お前おもろいな。ありがとう。地方書いてあります。え、めっちゃ人気者じゃないですか。ね。ずるい。ねえって。いつも心に理科を。え、でもクラスの盛り上げ役とか書かれてますよ。いた、いた。かわいい。でも変わってないな。ちょっと
俺のタイプの子いた。気持ち悪いな、小学生の。小学生の。はい、お前乗り越えやんか。気づけれたらマジでキムさんだ。てて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 。すごい。姿勢よ。見れるかな。言ってます。短歌ではないでしょうかって言ってます。それは短歌ではないでしょうか。乗っとるかもしれんな。してきましたよ。お、発掘してきました。なんかこれが多分高校の卒業アルバム、なんかわからないけど、なんか多分お姉ちゃんの写真に俺も写ってるみたいな感じらしい。これですか。そう。かわいい。こんな昔まで遡って、うん、え、これ天皇爆誕ですか。天皇爆誕やな。すごいな、これ天皇や。え、天皇や。来ましたよ、これ高校の。さあ、俺のか。いった。俺の。お、さっきの先生や。ほんとや。まあ、でも僕が行ったじゃ一番気になってるのはそこじゃないですか。行ったいいんか。一旦ちょっとバスケ部。あ、バスケ部だ。え、少な、え、え、少なくないですか。同期ってことか。そう、同期。あ、おい、うん、おい、マネージャーおらんやっけ。でもな、俺な、もともと同じやつ12人おったんよ、うん、でも卒業するときには5人になってた。ああ、やめちゃったんですよね、うん、みんな、あの、勉強に本気出してみちゃった。あれ、それほら、あれじゃない本庄だからという。あ、みんなでも、みんななんかサッカーのユニフォームだ、うん。あれ、ちょっと待ってくださいよ。中学のあの、お前どうしたんすか。お、長文。え、でもめっちゃ好きそうじゃないですか、この子、キムさんのこと。頭が良くて運動もできるからきっと天才なんですね。すごいです。数学教えてくれたことも嬉しかったです。理解力なくてすみません。分かってないんかい。ということで、キムさんってご馳走になる、はい、ことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。サムギョプサルですか。サムギョプサルですね。やっぱキムさんっぽいですね。倒、ね、せてくれたんかもしれない。うちの親が、あの、ちゃんと好きにハマってから。あー、韓国好きってことね。うん、いただきます。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 え、キムさん、ハンバーグ食べました。食べてる。食べました。うん、やばすぎる。え、皆さん、笑ってる。ほんまになんか実家、自分の実家みたいな。家族感ありますね。メンバーの実家に行くのが初めてやからさ、すごい変な気持ち。僕の実家一番人来てますけど、離れ関係。自分の実家に来てほしくないもん。めっちゃ綺麗じゃないですか。でも建て替えたばっかりやから。そう、そうなんや。いや、僕も行きますよ。僕も行きますよ。絶対ダメです。絶対ダメですか。なんか恥ずかしくなかったのか、友達と会われるのか。めっちゃ恥ずかしい。それがおもろいからどうかな。それやばい。はい。あー、来たよ。お、え、すごい。あ、なんかめっちゃうまそうなの食ってる。あ、ごめんなさい、彼女に出てきました。あー、さらっと再登場ね。再登場。初対面だと思ってきやろ。今あの不思議な状況になってます。はい。で、しかもお母さんお姉ちゃんいないっていうことで、まだ話し足りないことがあると。うーん、そうなんですけど、忘れちゃったな。あれだよね、あの東進の話とかさ。ああ、あるね。東進が一緒やった。そう、東進も一緒やった、うん、っていうか、うん、強制入学みたいな。あ、そうなんですね。仲間で一緒に東進に行ってたんだけど、そこに行くと誘って入塾してないのに自習室使わせたりして。そうそうそう。不審者じゃない。そしたら当時のチューターにブチギレられて。バレない、バレないやん。結構犯罪、軽犯罪の可能性あります、まあ、ある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 。全然犯罪やな。また禁止しちゃう。事故事故。こういうことですよね。また全然話せることあったなって言ったから、今から来る。ふっかるやな。だからやっぱ類は類ともなんやって。この二人も結構意外とおかしいんやって。二人とも、二人とも、二人とも。類でと。いや、だってまた来てるやんだって。あ、知り合いなんだ。知り合い、知り合い。知り合いじゃないよ。え、もともとなんか接点はある。ない、ない。あ、彼女ってだけ。彼女ってだけっすか。そうそうそう。車汚いらしい。ゴミ強かったでしょ。ペットボトル。そうそうそう。あ、そう、分かってました。知ってました。ゴミ片付けられないっていうか、シートの下に隠してた。あれ、何？足めっちゃ速かったんですよ。ちょっと1500
ンとか10キロマラソンとか。どれぐらい速かったんですか？10キロが俺確かね37分とか。速っ。俺40分ぐらいと思って。めっちゃ速い、めっちゃ速い。短距離はそうでもなかった。8秒台くらいって聞いてる。遅い、うん、遅いよ。バカ遅い。バスケめちゃくちゃ下手だった。そう一番速いってどうやってんだろう。一番下手。試合自体が最後まで行くの一番走れよ。いやいやいや、だって出たの最後の30秒くらい。決めたんでしょ。決めた、長いんですか。長いです。まあ別に俺らのことね、聞いたところで主婚さんいらっしゃい。なんかあったっけ。やばい、なんか出てこなくなっちゃった。出てこなくなっちゃった。緊張してる。メモしときゃいけないかったね。そう。あ、それだ、それそれ成人式の、まあ、高校の同窓会、うん、スウェットで来たんですよ。あった、みんなスーツなのに。確かにスーツとかドレスですよね、普通ね。スーツあるとかとかね。で、よう行きましたね。そう遅刻してでも、着替えあるとかならんかったんですか。ならん。遅刻してたし。遅刻しとったの。そもそも遅刻した。遅刻した。どれですか。やばスウェットっつってもマジのなんかもうドンキやん。ほんとジャスティン・ビーバーとかしか言ってない。逆になんかコムさんの趣味みたいなのは一緒ではないですか。それもなんかライトノベルとかないな。数学だけ、ずっと数学の話してる。どんな話なんですか、数学の話。でも高校数学のなんかパラドックスっていうか。ちょっとやってもらってもいいですか。解決したよ。解決した。この間なんか X もの 3X の極限が円の面積を使って評価するけど、その円の面積を求めるのに 3X とか 3X の微分積分使うから、これ循環論法じゃないかっていう話をしてて、 3X の微分の 3X であることを X もの 3X を使わずに一旦証明してから使えば循環論法にならんよねっていう話をして、それの話をしてた。久々に会ったのに。それはどっちかが悩んでたんだ。こっちが悩んでて、こうすればいけるやんっていう話をした。悩んでたんですね。うん、ずっと悩んでも悩んでて。調べてもなかったんですか。調べても出てこないんですよね。ぶち切れさせたことは一回あって、艦長したら泣いちゃったって言ってたんですけど、ちょっと後に、また艦長したんですよ。俺はただの実行犯で、計画はまた別に。まあ、悪いんですよ。監督されるって分かってるのに、無防備にケツ出したりするし、こうやってやってるの。それはおかしいって。やるに決まってるじゃないですか。まあ、確かに。やりたくなるようなポージングです。そう。いつもみたいに痛がるかなって思って、わーって殴ってみて。あ、やべ、怒らせちゃった。でも俺はただの実行犯で、計画犯じゃないんで、何の罪悪感もなかったんですよ。いや。インサージュ、ヒットするだったもんね。何？インサージュ一筋だったもん。あ、そうね。マネージャーね。さっき忘れちゃったけど、インサージュで、ね、すいませんだっけ。あ、いいですよ。って言って。ドストレートは違う。これは違う。さっきね、思い出せなくて、なんかね、下田家の…じゃないでそれ。しか、一緒だけ。いや、なおリアルやな。わざとかわざじゃないから。あ、確かに。そこちゃうやん。全然でもいましたよ、僕のクラスメイトにも。順番にその名簿見て、順番に。あれや、なんか最近ツイッターで話題のアーから抜いていくじゃん。こっから先が説明ねえな。そいつ誰や。そんなエピソードでも共有したんですね。振られた直後やったよ。振られた直後に。泣いてる時に言ったんだっけ。で、振られて泣いてて、次の日とか、そのレベルに。まあまあでも、まあ、考えてたらね、その人のことをね。あんま好きじゃないです。こっちはあんま好きじゃない。女の子はね、あんま好きじゃないです。いや、そうなんですね。一番笑ってました。面白ければ一番笑ってたって。顔を隠して何でも笑いますよ。うわ、滑ったなって僕らが思った時も一人だけ笑ってくれるんです。本当にありがとうございます。下ネタじゃなくてもね。いや、特に下ネタだけは。下ネタだけは絶対笑ってないけど。それやってんの。よくやりましたね。困ったらこれ困ったらこれこれとこれです。
あとは、あとは。はい、というわけで、はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。楽しかったですね。楽しかったですね。いや、面白いかな。会話にも腹が咲きましたね。うん。1時間くらい喋ってるの。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。